旭川町内会の交通安全についてちょっとお話しておきますね。運動の重点は子どもと高齢者の安全な通行の確保、2番目高齢運転者の交通事故防止、3つ目飲酒運転の根絶、4つ目自転車の安全利用の推進ということで、期間が7月11日から7月20日までの10日間、夏の交通安全運動ということでございます。で、報告事項なんですけども、6月8日から7月7日防犯パトロールが中止、スクールサポート中止、伊勢川か交通パトロール中止ということで軒並み中止になっております。で、今後の予定なんですけども、7月8日から9月6日までですね、防犯パトロールが8月17、8月24、9月14日、9月28日それぞれ旭川か春日台、中山、南山で予定されております。で、スクールサポートは14時45分から15時45分、7月17日伊勢川か小学校の予定になっています。8月以降は別途計画ですね。で、3つ目伊勢川か交通パトロールなんですけども、19時から20時で8月4日の伊勢川か学区の予定になっております。9月以降は別途計画されております。で、交通防犯部部長会議が7月8日に、ございます。ですから今日ですね、19時から公民館ということです。よろしくお願いします。で、3つ目なんですけども、トライザセーフティーイン広島2020ということで、無事故無違反150日にチャレンジということで、期間が7月8日から11月30日までで、エントリーしている学区が2チームです。大鳥と春日台になっております。我が旭川家もね、参加できる日があるといいですね。それでは交通防犯部伊勢川家学区から以上でございます。